ひかりさんひどいよ。なんで私のことを結婚式に呼んでくれないの？お兄ちゃんから聞かされて私すごく悲しいよ。ごめんね。ちょっといろいろ事情があって。新郎の妹が式に呼ばれない事情って何？ひかりさんユナのこと嫌いなの？これから姉妹になるっていうのにこんなのひどいよ。私を呼びたくないならちゃんとその理由を教えてよ。じゃあ正直に言わせてもらうね。私、ゆなちゃんにひどいことをされた過去があるから呼びたくないの。あ、私がひどいこと？もしかして、まだ私のこと気づいていないの？私、あなたと同じ高校でクラスメートだったんだよ。谷口ひかりって覚えてない？谷口って、あの谷口君！よくそうやってバイキン扱いしてたよね。お兄ちゃんの婚約者ってあんただったの？嘘、全然わかんなかった。ていうか名字変わってるじゃん。両親が離婚したからね。名字が違うだけで気づかれないもんなんだね。私はすぐにユナのこと気づいたのに。いやいや気づくわけないじゃん。友達ならともかくあの谷口君だよ。超どうでもいいやつなんて大人になったら顔も忘れてるって。超どうでもいいやつか。でもこうしてみるといろいろ高校時代のこと思い出すね。あんたいつも泣いててウケてたわ。いつもユナに泣かされてる間違いでしょ。私は高校のことを忘れたくても忘れられないのに、下側は何も覚えてないってこういうことなんだね。ちょっと何よその言い方は。まるで私があんたに意地悪してたみたいじゃない。実際にしてたくせに何言ってるのよ。部活のレギュラーを取った時から私への嫌がらせがひどくなったよね。部活用具は毎日ボロボロにされて、靴は隠されるし、弁当を捨てられたことも忘れてないから。ちょっとちょっと、変なこと言わないでよ。それは全部他の人がやったんじゃん。私はあんたの私物なんて触ったこともないんだし。そうだよね。私のことずっとバイキン扱いしてたもんね。だからいつも取り巻きたちに命令して、私に嫌がらせしてたよね。ユナのそういうところ本当に卑怯で最低だよ。はぁ、命令なんてしてないし、こっちの方が面白いよねってアドバイスしただけだし。ユナは成績優秀で部活のエースだったから先生も信じてくれなかった。むしろ試合で迷惑かけてばっかのあんたの方が怒られてたよね。私だってあんたのせいで負けた試合のこと忘れてないから。先輩の引退試合台無しにしたんだから当然の報いよ。あんたがレギュラーにさえならなければ全国優勝できたのに。だからって人の弁当を捨ててもいいの？部活用具をボロボロにしていいの？私の制服をハサミで切り刻んでいいと思ってるの？ああ、そんなことあったね。あんたの制服を可愛くしてあげようとして失敗したんだっけ。高校時代は私にとって本当に地獄だった。だから結婚式はどうか来ないでください。私のわがままだってことは分かってるけどお願いします。ああ、分かったわよ。確かにあの頃はひどいことしたかもね。欠席理由はうまくごまかすから、お兄ちゃんとの結婚式楽しみなよ。結婚おめでとう。いい天気だし絶好の結婚式日和だね。ありがとう。素敵な式になるように頑張るよ。こっちこそドレスも直前まで預からせてくれてありがとうだよ。式には行けないから、代わりにドレスだけは見ておきたかったんだ。わがまま言ってごめんね。欠席をお願いしたのは私だもん。それくらいなら協力するよ。それでいつくらいに持ってこれそう？着替えがあるから早めにお母さんに預けてほしいんだけど。オッケー。じゃあ私オレンジのドレスは渡しておくね。え？私オレンジって？なんかドレスのデザインが可愛くないからさ、だから私が手直ししてあげたの。真っ白なドレスが入るようにケチャップかけておいたから。ケチャップ？ちょっとかけすぎたから拭き取ろうとしたのね。そしたらスカートの端も破れちゃったんだ。でもおかげで可愛いミニドレスになったからセーフだよね。ちょっとユナ、それ本気で言ってるの？今日の主役のウェディングドレスなんだよ。主役にふさわしい素敵なドレスになったと思うな。安臭いドレスが一気に高級感とケチャップ臭が漂うドレスになったよ。ああ、直接着てるところを見れなくて残念だな。
こんなのってひどいよ。汚してボロボロにしてって。大人になってまで高校時代と同じことをするなんて。じゃああんたもあの時と同じようにしたら？え？あんた制服ボロボロにされた翌日に転校したよね。逃げるように消えてマジで爆笑だったが。制服もないのに通えるわけないじゃない。親の離婚もあったしね。私はあのタイミングで転校したことを恥ずかしいと思ってないから。逃げたくせに何調子に乗ってんの？今日はもうあんたの着るドレスはないんだよ。早く高校の時みたいに消えちゃえよ。私はもう二度とユナの前から逃げないし消えない。高校の時の私だと思わないで。私のお兄ちゃんと結婚できるからって調子に乗らないでよね。あんたとの結婚なんて絶対にさせないんだから。ドレスも破けちゃったし、今日の結婚式は絶対にあげられないよ。ほら、高校の時みたいに泣いて逃げ出せよ。おい、兄ちゃんの大切な人になんてことしてるんだ？え？まさかこんなひどいことになってるなんて。誰？兄としてお前のことは最後まで信じていたんだ。なのにこんな結果になってがっかりだよ。来週の結婚式は絶対にお前の参列を認めないからな。やりとりはすべてゆうやさんに見てもらったわ。実の妹の本性を知って今は驚きとご立腹で複雑そうよ。はぁ、あ、お兄ちゃんにこの LINE を見せたわけ？いつから？今朝の LINE からすべてよ。すべて？ようやく私の話を信じてくれそうだから、後で過去の LINE を見せないとね。なんですって？ここまで来るのも大変だったの。私が高校時代にユナに嫌がらせされてたって言っても、ユヤさん全然信じてくれないんだもの。成績優秀、スポーツ万能な妹がするわけないって。お兄ちゃんは私のことを信じてくれてるんだね。お兄ちゃん違うの。そのまま私のことを信じて、私嫌がらせなんてしてないから。ケチャップでアレンジしたドレス持ってるくせに何言ってるのよ。ドレスを汚したのは私じゃないの。むしろ洗ってあげようとしてたの。手洗いがいい子なって頑張ったら勢いよく破けただけ。嫌がらせで破るなんてとんでもないよ。そうやって責任逃れするの本当にうまいよね。だからゆうやさんに頼んで、ゆらには嘘の式場を教えたの。もちろんそのドレスも偽のドレスだよ。嘘の式場と偽のドレスですって？あなたの化けの皮を剥ぐためにわざと嘘の式場を教えて偽のドレスを渡したの。え？私たちの本当の結婚式は来週なの。もし今回の結果で何事もなければ改めて出席をお願いしようかと思ってたのにな。来週って何よそれ。新郎の妹に嘘の式場を教えるなんてひどいじゃない。いやー、これが式当日だと思うと冷や汗ものだよね。式当日にケチャップまみれのドレスが届くなんて笑えないよ。ふざけんな。私は昨日一晩かけてどれだけ染み込ませたと思ってるのよ。私の労力を返しなさいよ。夜遅くまで無駄な労力お疲れ様です。ゆうやさんはこれで完全に私の味方だし、安心して結婚式に臨めるわ。ひー、あんたのくせにムカつく。言ったでしょ、高校の時の私じゃないって。周りに信じてもらえないならどうしたら信じてもらえるか考えて実行するの。論より証拠ってこういうことを言うんだろうね。高校時代私にピーピー泣かされてたくせに調子に乗るな。こうなったらドレスは全部引きちぎってやるからね。私の怒り発散よ。え？どうせこんな汚い偽物のドレス着ないでしょ。この私に嘘の式場と偽のドレスを渡すなんて生意気なのよ。腹いせにドレスはみじん切りにしてやったから。誰のドレスか分かってる？え？ああ、お母さん悲しむだろうな。お父さんとの思い出の品だって聞いてたのに、素敵な思い出の詰まったドレスをみじん切りだなんて。待って、このドレスって偽物用に買ったやつじゃないの？適当にネットで売ってる格安ドレスとかじゃないの？最初はそうしようかと思ったんだけどね。お母さんが心よく貸してくれたんだ。私の思い出のドレスを使ってちょうだいって。お母さんが、このドレスお母さんの私物なの？ユラの欠席をお願いしたくて私、ご両親にも事情を話したの。でもユウヤさん同様、ご両親も信じてくれなくてね。そしたらお母さんが、ならユナを試して
結果で判断しようって提案してくれたの。へえ、しかもこのダミー作戦お母さんが思いついたの？そしたらドレスも自ら貸してくれたの。自分の大切な娘がこんなことするはずないからって。いや、お母さんの大事なドレスケチャップねえのみじん切りになっちゃった。今ゆうやさんが結果をご両親にお伝えしてるよ。お母さん驚きのあまりに倒れたって。え、お母さん。そりゃそうだよね、自慢の娘が裏でこんなひどいことしてるんだもの。ドレスもいつかユナに継いでほしいって言ってたのにな。どうしてくれるのよ。あんたが変なダミー作戦を実行したせいでお母さんが傷ついたじゃない。元凶はあんただっつーの。お父さんから今すぐ実家に帰ってこいって連絡来た。これ絶対大説教じゃん。大説教ごときで終わるといいね。え、なにそれどういう意味？ようやく私の話を信じてくれたご両親は私の味方よ。学生時代のトラウマが家族にいるなんて嫌だろうって、私のことを心配してくれてるみたいなの。ゆうやさん曰く、ゆうなとの縁を切るって話になってるみたいだけど。私との縁を切る？嘘でしょ。実の娘と絶縁するの？こんな奴をお兄ちゃんの嫁にするためにみたいだね。やだ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 、そんなのやだ。ねえ、来週の結婚式なら絶対に行かないよ。やばさもしないで約束する。だからお父さんのこと説得してよ。それこそやだ。え？あんたが私にしてきたこと全部思い出しなよ。私が助けるとでも思ってる？高校の時はごめんなさい。あんたの結婚地や先輩に好かれるから嫉妬していただけなの。やりすぎたとは思ってる。本当にごめんなさい。あんたが今謝ってきても私の高校時代はもう戻ってこないの。ボロボロにされたドレスを縫い直しても元には戻らないのと同じよ。でも今の私には謝ることしかできないもの。本当にごめんなさい。大丈夫、できることならたくさんあるよ。私にもう二度と連絡しないとか、顔を見せないとか、あとはご両親やお兄さんと絶縁するとか。そんな。今日は結婚式日和じゃなくて、いい絶縁日和になりそうだね。それじゃ。ユナはその後、高校時代に私にしてきた嫌がらせを、すべてご両親やお兄さんの前で認めてくれました。そして私とゆうやさんの結婚式の日から絶縁するということになったそうです。どこからか話が広まり、高校時代に一緒になって嫌がらせをしてきた人から、あの時はごめんなさい、だから報復は許してくださいと連絡は来るようになりましたが、すべて無視しています。ゆいか、今どこ？もう約束の時間はとっくに過ぎてるんだけど。ごめん、今日の約束やっぱりなしで。え？急な仕事が入っちゃったの。だから今日の約束はまた今度ね。ちょっと、そんな急に言われても困るよ。今日は人気店のアフタヌーンティーを楽しむ約束じゃない。もう予約してあるんだよ。私の分も鈴が食べていいよ。あんた甘いもの好きだったでしょ。そういう問題じゃないでしょ。それにこないだも仕事でドタキャンしたじゃない。仕方ないでしょ、こっちは仕事してるんだからさ。今の専業主婦のあんたとは違って、私は忙しいの。専業主婦のくせにドタキャンごときで文句言わないでよね。はあ？ほら、私って会社に必要とされてる人間だから。皿洗いだけしている専業主婦と違って暇じゃないのよ。休日も会社に呼び出されて大変。それに私は専業主婦と違って買いが利かない存在だから、こういうのも仕方ないよね。休日に呼び出し食らうなんて無能ってことじゃないの？そんなわけないでしょ。それに散々主婦をバカにしているけど、ゆいかの旦那も専業主婦だよね。誰のおかげで仕事に専念できるか考えたら。ああ、考えるのは暇な主婦業のあんたたちでしょ。誰のおかげで生活できるのか考えなよ。それで、ね、暇な主婦業の約束は何度踏みいじってもいいってわけ？え、暇なくせに怒ってるの？あんたたちにドタキャンしてもいい罪悪感なんてあるわけないじゃん。それじゃあこれからは私にドタキャンしないでね。私専業主婦じゃなくなるから。今度離婚するから働きに出るの。離婚どういうこと？今日はその報告もしたかったから会いたかったんだけどね。実は夫の浮気が発覚したの。
それで離婚することになって、私も来月から働きに出るんだ。嘘、たったそれだけで離婚ありえない。え、専業主婦のくせに夫の浮気も許せないの？一体何のために主婦をやってるのよ。働いてくれるんだから浮気ぐらい許して当然じゃん。何言ってるの、浮気だよ。こっちが家のことを支えてる間に他の女と遊んでいたんだよ。そんなの許せるわけないじゃない。ああ、家のことを支えてる主婦が何言ってんの。夫も大丈夫？お互いにね。はあ、ゆいかこそ頭大丈夫？仕事のしすぎでネジが飛んでるんじゃない？ああ、元からネジが足りない人だったっけ？なんですって、主婦のくせにこの私をバカにしているの？バカになんてしてないよ。心の底から心配してるの。頭のネジをどこかに落としたのかな？交番にゆいかの頭のネジが届いてないか聞いてみるね。そんなの聞かなくていいわよ。ちゃんとネジついてるもん。落としてないもん。じゃあネジが錆びてるのかな？だからおかしい発言ばっかり出てくるんだね。発言がおかしいのはスズの方でしょ。たかが旦那の浮気も許せないなんて、その立場で言ってるのよ。あんたこそネジ緩んでるんじゃない？妻の立場で言ってるけど、夫が浮気なんてしていたら、主婦でも会社員でも怒って当然でしょ？旦那の金で暮らしてるくせに、お金も稼いでないくせに、浮気を許さないとかわがまますぎでしょ。はぁ？今の専業主婦のスズと違って、私は旦那の分も稼いでくるバリキャリ女だし、もし旦那が浮気していたら私には怒る権利があるけど、対してスズは一円も稼いでこない専業主婦じゃん。浮気のことを責める権利はどこにもないよね。バリキャリ女は良くて主婦はダメなんだ。当たり前じゃん。あのさ、主婦のあんたは知らないだろうけどね、外で金を稼いでくるってものすごく大変なんだよ。そんなの知ってるよ。だからそんな旦那がお家で快適に過ごせるように、私みたいな主婦が支えてるんじゃない。ただ家でお留守番してるだけじゃん。番犬代わりの妻なんて女に見えないだろうし、旦那さんだって浮気して当然だよ。別に子供作ってきたわけじゃないんだし、許したらいいのに。もう根本的な話が合わないようだね。私が専業主婦になってからあんた変わったね。浮気で怒る元気があるなら少しでも外で働いて稼いでこいって話だよね。私みたいなバリキャリ女と違って専業主婦は浮気されて当然なの。その発言、後で絶対に後悔するよ。は？後悔するのはあんたの方でしょ。専業主婦が離婚しても悲惨なバツイチになるだけじゃん。浮気の一つくらい見逃す方が絶対にお得だよ。アフタヌーンティーは他の人に声かけて楽しむわ。じゃあゆいかは仕事楽しんでね。急に声かけて集まれるとか、暇な主婦の友達は暇な人ばっかりだね。それじゃあ忙しいバリキャリの私は仕事してきます。うん、今日だけでいくら稼いじゃうんだろう。ちょっとスズ、今大丈夫？話を聞いてほしいんだけど。少しなら大丈夫だけど、どうしたの？実は旦那に離婚を迫られたんだよね。同じ専業主婦同士、スズから旦那に言ってやってよ。あいつ何度説明しても離婚するって聞かないのよ。旦那さんが離婚を迫っている理由は？私の浮気だって。あいつ私の浮気のこと知って離婚の準備をしていたの。主婦にしてあげているのに離婚を切り出すなんて。お金を稼いでるんだから浮気は許して当然だって言ってやってよ。ゆいかの旦那さんも離婚決断したんだね。いけいけ、どんどんやっちゃえ。離婚後はめちゃくちゃ楽しい生活が待ってるぞ。あ、スズたち離婚したの？あんた、私があれだけ言ったのに浮気のこと許さなかったの？許すわけないじゃない。がっつり慰謝料も取って離婚したわよ。あ、何やってるのよ。旦那のこと説得してもらおうと思ったのに。旦那に専業主婦は浮気を許して当然って言ってやってよ。浮気証拠渡しておいてよかった。あ、先週お会いできてよかったよ。ようやく旦那さんも大きな決断に踏み切れたんだね。浮気証拠？え、あいつが持っていたの？スズが用意していたの？証拠っていうか、目撃写真だけどね。前からゆいかが若い男と街中を歩いてるところを見かけていたんだ。その時の写真を取りだめていたの。なんでそういうの勝手に旦那に見せるのよ。私たち友達でしょ。まずは私に連絡してよ。連絡したし、渡そうとしたよ。でも先週約束をドタキャンしたのはゆいかじゃない？
あの時に渡そうとしていたの？ソジの離婚発表じゃなかったの？私の離婚発表と一緒に浮気のことを注意しようと思ったの。行動を改めないと私たちみたいに離婚することになるよって。そうだったの？なのにドタキャンするし浮気して当然って言うし、頭に来ちゃってあの後優香の旦那さんを呼んだんだよね。え？専業主婦の友達は同じく主婦業の人だよね。旦那さんにご相談したいこともあるのでって連絡したらすぐに来てくれたよ。楽しいアフタヌーンティーだったな。その時に浮気証拠を渡したってわけ？うん。旦那さんものすごく喜んでいたよ。前々から離婚を考えてたのでとても助かりますって。自分が離婚したからって他の家庭まで巻き込まないでよ。おかげでこっちは今ものすごく大変なんだから。あいつ主婦のくせに弁護士まで用意しやがって。その弁護士さんも私が紹介した方です。え？私が離婚した時にお世話になった方なの。専業主婦とか立場が弱い方専門の弁護士さんなんだ。お値段も優しいしとてもおすすめなの。全部あんたのせいなのね。主婦は浮気を許して当然だっけ？弁護士さんの前でもその考えが通るといいね。うちはそれが認められなくて離婚になったんだけど。うちはあんたの家と違うのよ。絶対に離婚なんてならないんだから。その後の速報を楽しみにしてまーす。先生、久しぶり。悪いんだけど明日時間作れる？会って話を聞いてほしいんだけど。ごめん、私明日用事があるんだ。もしよかったら今 LINE で話聞くけど。 LINE でも何でもいいから話聞いて。私離婚しちゃったんだけど慰謝料が大変なの。こんなのいくら稼いでも意味ないよ。離婚成立のことは旦那さんから聞いたよ。さすがに慰謝料の金額までは聞いてないけど。あいつ、浮気証拠以外にも日々の私の言動も記録していたの。私の高圧的な態度も離婚理由になるって言われてさ。普段から主婦業のことバカにしていたもんね。いつの間にか慰謝料が超高額になっていたの。後から調べたんだけど相場の倍は取られてた。え、そんなに？私の稼ぎから見たら適正な金額だって。金額も許してくれなくて貯金は全部消えたし、それでも足りないの。さすがバリキャリー。お給料が高いと支払い能力あるとみなされるらしいよ。だからその分慰謝料も高くなって当然だよね。浮気していたならそれくらい知ってて当たり前でしょ。知ってるわけないじゃん。そんなのまさか離婚になるなんて思ってなかったし。私の元夫と同じこと言ってる。離婚前なんて慰謝料のために稼いできてくれてありがとうって思ってたな。離婚後は一人暮らしなんだけどさ、部屋は汚いしシャツもスーツもシワシワなの。仕事の成績も下がってきてるし、このままじゃ評価に影響が出ちゃうよ。あれれ？バリキャリのくせに仕事できなくなったの？それでバリキャリなんて名乗っていいの？ねえ、明日用事終わった後でいいから家に来てよ。部屋の掃除してほしいの。あと冷蔵庫も整理して、何が腐ってるのかわからないんだよね。そんなの家政婦さんでも雇えばいいじゃない。バリキャリなんだからさ。慰謝料のせいでそんな余裕もないんだよ。もう体も家もボロボロよ。なんで旦那のやつ出て行ったのよ。私が今までずっと幸せにしてあげていたのに。専業主婦は買いが利くんでしょ。新しい主婦でも探したら。そう思って周りの男に声かけたけど、みんな結婚していて独身男はいないし、たまに見つけた独身男には俺より年収高いのは嫌だって言われた。道のりは随分長そうね。たかが浮気でなんで私がこんな思いしないといけないの。あいつは私の慰謝料で贅沢な暮らししてるのに。そんなことないよ。今日も質素にファミレスでお茶会だし、ゆいかの元旦那さんはつつましく生活しているわよ。え？なんですずが私の旦那の状況知ってるのよ。だって元主婦友だもの。今日もこれからお茶会なの。お互いの新しい職場とか生活とか話すんだ。え、あいつも外で働いてるの？主婦業のおかげかな。気配りができるってとても職場で人気みたいよ。なあ、それじゃあそろそろ時間だからまたね。え、ちょっと待ってよ。まだ私と LINE してる途中じゃない。ごめん、ランチの時間が迫ってるんだよね。ほら、私ってわがまま旦那とようやく離婚できた元専業主婦だから、ようやく自分の時間ができて毎日忙しいんだよね。
それにゆいかも仕事あるんじゃない？割りキャリ女のあんたは私と LINE する時間なんてないよね。待ってよ、私の愚痴とか聞いてよ。こんなの誰かに話してないとやってらんないよ。ああ、私の元旦那でも紹介しようか。離婚組で仲良く愚痴り合ってないよ。それじゃバイバーイ。私もゆいかの旦那さんも楽しいバツイチ生活を送っています。対してゆいかたちは私生活も荒れ出して、その影響が仕事にまで出るようになったそうです。離婚理由や私たちへの暴言もいつしか広まり、そのせいで会社の人たちからは敬遠されるようになっているのだとか。身から出たサビとはこのことを言うんですね。ねえねえゆい、さっき送った URL 見てくれた？私とあんたの旦那のタクトさん、相性 100% なんだけど。は？特に今年は、牡牛座の彼と魚座の私の相性が抜群。まさに運命の相手なんだって。あのね、私もリカと同じ魚座なの知ってるでしょ？だからあんたが相性抜群なら、私だって夫のタクトと相性抜群ってことなんだからね。でも絶対私の方が相性いいはずだもん。だからね、そろそろ私にタクトさんを譲ってくれてもいいんじゃないかな。私こんなに好きになった人いないんだよ。何度も言うけど夫は渡しません。リカ、いい加減にしなさい。幼馴染の旦那を欲しがるなんて非常識すぎるわよ。ちょっと、私のどこが非常識なのよ。私はただ人を好きになっただけだもん。それがたまたま幼馴染のゆいの旦那さんだったってだけじゃない。私は何も悪くないんだからね。たまたまでも幼馴染の旦那なのよ。本社でしかも幼馴染の旦那なんてさっさと諦めるのが普通でしょ。ああ、なのにリカは離婚してタクトは私にちょうだいってしつこいし、もう本当にいい加減にしてほしいんだけど。何よ、いい加減にしてほしいのはこっちの方なんだからね。幼馴染がこれだけ頼んでるんだよ。それなら離婚ぐらいしてくれてもいいじゃない。はあ、なんで幼馴染の初恋を応援してくれないの？私、人を好きになったのは初めてなのに。ずっと好きな人も彼氏もできなくて、そんな私がようやく好きになった人なのよ。幼馴染として応援してくれてもいいじゃない。そりゃあ、幼馴染の初恋は応援してあげたいけどさ。でもさすがにこれは違うでしょう。私だって夫のことは大好きだし、譲るなんて絶対に嫌。いつも行く店員さんに一目惚れをして頑張って声をかけたら、まさかあんたの旦那だったなんて。私の初恋の邪魔をしないでよ。あ、それに絶対タクトさんだってあんたよりも私の方好きなのに決まってるんだからね。私の方があんたよりもタクトさんにお似合いなの。不釣り合いな妻は早く離婚して、あんたはタクトさんに全然ふさわしくないから。逆に聞くけど、リカのどこがタクトにふさわしいのよ。私が納得できる理由でも言えるわけ？当然じゃない。だって私の方が身長小さくて可愛いもん。あんたみたいに化粧もけばくないし、愛嬌もいいし、絶対私のこと好きになってくれるもん。私が隣に立っていた方がタクトさんだって嬉しいはずよ。170センチ超えの高身長で化粧も濃くて悪かったわね。でも夫のタクトはそんな私と結婚したいって言ってくれたのよ。でも今は結婚後悔してるかもしれないじゃない。私と出会ってきっと彼も結婚相手を間違えたって後悔してるはずだもんね。その証拠にタクトさんは私にいっぱい好きだよって言ってくれたし。何ですって？だからいい加減早く離婚してよね。もう彼の気持ちは私のものなの。あんたなんか愛されていないんだから。ちょっとタクト、どういうこと？あんた私に隠れてリカと連絡なんて取っていたの？え、いきなり何のこと？ついさっきリカから連絡があったの。いつもみたいにタクトを私によこせって連絡だったけど、最後に気になる発言をしていたのよね。タクトがリカに愛の言葉を囁いてくれたって。え？
あの子に好きだよって伝えたの？私に隠れてリカと連絡なんて取り合っていたの？ちょっと待ってくれよ。これはただの誤解だよ。俺ははめられただけなんだ。はめられたってどういうことよ？実はその、家には行ってなかったんだけどさ、俺この間スマホ落としたことがあったんだよね。でもすぐに交番で見つかってほっとしてたら、その勝手にリカちゃんの LINE が追加されていたんだよね。え？リカの LINE が？しかも名前もプロフィールも全部ユイのアカウントになりすましててさ、本当のユイの連絡先は消されていたし、俺何も気づかないで数日ぐらいいつものように使っていたんだよ。え？だからその恥ずかしいんだけど、いつもみたいにこれから家に帰るよ、好きだよとかを送ってて、リカちゃんもお前になりすまして返信してくるから、俺本当に何も気づかなかったんだよ。待って待って、怖い怖い、何よそれ、もう全部が怖すぎるでしょ。俺も気づいた時は鳥肌だったよ。たまに会話のやり取りがおかしいことがあって、それで試しに電話してみたらリカちゃんが出て分かったんだ。タクトさんって電話するとこんな声なんだねって。何よそれ、もう階段レベルの怖さじゃない。っていうかそういうことがあったなら早く私言いなさいよ。ごめん、なんか俺も気が動転しててさ、あまりにも怖くて思い出したくもなかったし、すぐにブロックして家の連絡先をまた追加したんだよ。全部何事もなかったかのようにするしかなかったんだよ。じゃあリカが言ってたあんたに好きだって言われたとかの話は、私なりすましての LINE でってこと？多分ね。だから本当に誤解なんだ、信じてくれ。俺が好きなのはユイだけだし、リカちゃんのどこになりたいとか一ミリも考えたこともないよ。もちろんタクトの言葉を信じるわよ。でもこんな話を聞いたらちょっと焦るわね。今までは適当に受け流してたけど、そろそろ早急に対策を考えた方がいいかもしれないわ。だよね、俺も初めて身の危険を感じたよ。とりあえずお互いに転勤を上司に相談してみましょう。それで早く動ける方に引っ越すとか、いっそ住むところも変えちゃった方がいいわよね。わかった、俺今日上司に相談してくるよ。ゆい、ありがとう。ついに私のためにタクトさんと離婚してくれるのね。本当にありがとう。え？タクトさんが大量のゴミを出してるところ見ちゃったの。あの量は絶対離婚前の断捨離よね。ついにユイとの離婚を決めたってことだわ、絶対に。ちょっと待ったよ、ゴミ出しを見てるってあんたタクトのことを監視でもしているの？ゴミ出しだけじゃないもんね。タクトさんが一人で不動産屋に入るところもバッチリ見たもん。きっと私との新居を探してくれてるに違いないわ。嘘でしょ、もうそれ完全にストーカーじゃないのよ。ちょっと変なこと言わないでよね。私がストーカーみたいなことをしなきゃいけないのは、早く離婚してくれないユイが悪いんだよ。あんたがさっさとタクトさん私にくれないから、私はこうでもしないと彼に会えないんだから。あ、一応彼はまだ既婚者だし、二人きりで会っちゃうと彼が離婚の時に不利になるかもしれないでしょ。ユイが浮気だとか言って慰謝料請求するかもしれないし、だから彼に負担をかけずに会うにはこっそり後ろから見守るしかないんだよね。まさかそんな言い訳でストーカー行為が正当化できると思っているの？だからストーカーじゃないし、私は気遣いのできるいい女として行動してるだけよ。やっぱり彼の妻になるからには気遣いって大事よね。ストーカーが気遣いって、もうあんたにはついていけないわ。これでもうプロポーズまで秒読みね。彼は私との結婚のために離婚準備を進めてくれてるし、私も早速ゼクシー買ってこなくっちゃ。はあ？あんたタクトと結婚式まであげようとしているの？当然じゃない。それに私小さい頃から結婚式に憧れてたんだよね。だからその夢がついに叶うなんて本当に嬉しいわ。彼とは私にどんな素敵なプロポーズをしてくれるのかしら。あ、もちろん元妻として結婚式は呼んであげるからね。私たち離婚しないけど。え？まさかあんたはここまでヤバいやつとはね。
ストーカーに勘違いにもう恐ろしすぎるわ。ちょっと離婚しないってどういうことよ。あんたとタクトさんは離婚するの。そして私が彼と結婚するんだから。だから離婚しないって言ってるでしょ。私たちはこれからも夫婦仲良く暮らしていきます。誰があんたのために離婚なんてするもんですか。はあ、でもタクトさんは大量の荷物を捨ててたもん。私との新居の準備をしていたもん。あんたが離婚したくなくても彼はもう離婚準備を進めているんだからね。あれはただの引っ越し準備よ。私たちこの町からいなくなることにしたの。え、引っ越しですって。そうよ。あんたみたいなヤバい奴がいる町にもう住んでいられないからね。だから夫婦仲良く出ていくの。大量のゴミ出しも不動産屋での物件探しも全部私とこの町を出るためにやっていただけなんだから。何よそれ、引っ越すなんて聞いてないわよ。どこに引っ越すのか教えなさいよ。誰が教えるか。なんで教えてくれないのよ。それなら引っ越しなんてさせないんだからね。どうせ私に取られそうだからって彼を隠すんでしょ。でもそんなことはさせないわ。私が彼を守るんだから。はあ、待っててね、タクトさん。今私が迎えに行くからね。ちょっとユイ、これ一体どういうことなの。なんであんたたちの家に私の両親が待ち構えているのよ。嘘やだ、本当に家に来たの。早くどういうことか説明しなさいよ。私もタクトさんを迎えにあなたの家に行ったのよ。玄関も開けてくれて彼も私を待ってくれてるんだって思ったのに。なのになんで家に私の両親が待ち構えているのよ。そんなの私たちが全部リカの両親に話したから決まってるでしょ。リカが夫にストーカー行為をしていて困っているって全て包み隠さず教えたの。嘘でしょ、私の親にチクったの。それで引っ越すことも話したらね、娘のリカが申し訳ない、引っ越しの後始末も全てこちらがやるから、ユイちゃんたちは早めに引っ越した方がいいって言ってくれたんだ。なんだったら掃除も全てやりますからって。え、それでお言葉に甘えて私たちはとっとと荷物を運び出したんだよね。そしてリカのご両親はせっかくの休日なのに我が家のお部屋の掃除をしてくれて、なんだか申し訳ないわよね。それでうちの親があんたたちの家にいたってわけ。玄関入ったら両親が怒りの行走よ。心臓が止まったかと思ったでしょ。でも止まってないなら別にいいじゃん。ふざけないで。それに親まで巻き込むなんて卑怯だわ。そこまですることないじゃない。じゃあ何？親じゃなくて警察が良かったってことかしら。え？こっちは情けをかけてまだ警察に通報していないのよ。でもそんな態度を取るならもういいわ。ストーカー被害として警察に相談してくるから。え、ちょっと待ってよ。警察はさすがにまずいでしょ。これ以上大ごとにしないでよ。じゃあ二度と私たちに連絡してくるな。あんたもご両親と一緒に引き払う部屋の掃除でもしていなさいよ。助けてユイ、俺のスマホまた変なことになってるんだけど。え、どうしたの。またリカの連絡先が勝手に入っていたの。いや違うんだ、リカちゃんの旦那だって人から連絡が来てるんだよ。え、リカの旦那ですって。リカちゃんって既婚者だったの。俺そんなの知らないし、なんだか怖いよ。もしかして俺がリカちゃんと浮気してるとでも思ってるのかな。ちょっと待って、落ち着いて。あの子は結婚してるなんて聞いたことがないわよ。じゃあこの人一体誰なの。俺に詳しく聞きたいことがあるって、できれば直接会いたいって言ってるんだよ。でも俺一人はちょっといろいろ怖いしさ、一緒に来てくれないかな。もちろん一緒に行くわよ。どういうことか二人で確かめに行きましょう。ふざけんな。なんで私の夫にまで全部チクったのよ。おかげで離婚言い渡されたじゃない。いや驚いたよリカ、まさかあんたがいつの間にか結婚していたとはね。本当に旦那さんだって分かった時はびっくりして声が出なかったわ。ああ、別にあんなの夫じゃないから。適当に婚活で出会って結婚しただけ。周りの友達みんなは結婚していくから、慌てて最短で入籍できる人を探して結婚しただけだもん。なのにまさかあの後すぐにタクトさんに出会うなんて。らしいわね。こういうのって契約結婚って言うんだって。お互いに既婚者の肩書きが欲しかったから入籍しただけ。同居もしなければ浮気公認の夫婦関係なんだってね。直接旦那さんから教えてもらったわ。
ええ、そうよ。契約結婚のルールはただ一つ。相手に迷惑をかけないってことだけ。なのにあんたたちのせいで契約違反だって慰謝料請求されたじゃない。一体どうしてくれるのよ。はあ？あんたたち、本当に警察に相談したそうね。そのせいで警察から彼に連絡を言ったみたいで全部バレたわ。警察だなんてふざけるなって超ブチ切れられたんだから。そりゃそうなるでしょうね。迷惑をかけないどころか思ってる警察沙汰に巻き込まれてるんだもの。夫婦の肩書きだけ欲しかった旦那さんからしたらいい迷惑どころかブチ切れなきゃよね。どうしてくれるのよ。犯罪者の妻なんて必要ないって離婚言い渡されるじゃない。しかも契約違反だからって400万もの支払いも請求されてるのよ。これ全部あんたたちが払ってよね。はあ？だってそうでしょ？あんたたちが警察に相談しなければバレなかったのに、本当に結婚したい人ができた時は円満に別れる約束だったの。なのになんで400万も支払わないといけないのよ。全部あんたたちが悪いんだから。ふざけんなこの勘違いバカ女。全部あんたの自業自得でしょうが。なんだったらこっちは引っ越し費用を全額請求したっていいのよ。え？もう怒ったからね。幼馴染だし情けをずっとかけていたけど、もう容赦はしないからね。こっちもとことん被害届出して慰謝料請求してやるんだから。嘘でしょ？こっちからも慰謝料請求？分かったら二度と連絡してくるな。これからは弁護士を通じて連絡するからね。散々好き放題やってきたツケ全部取ってもらうんだから。あ、いや、ちょっと待ってよ。一旦冷静になろうよ、ユイ。その慰謝料請求って本当に困るから。てめえは一生困っとけ。もうあんたとは絶交よ。たくさん困ってたくさん反省してなさい。リカのご両親も娘の結婚については何も聞いていなかったらしく、契約結婚のことを伝えると泡を吹いて倒れてしまいました。そしてリカはというと、契約結婚相手の旦那さんに400万を支払って離婚することになり、その後私たちからも正式に被害届を出されて今は実家に緊急避難。ご両親からは、いくらでも示談金を払うから被害届を取り下げてくれないかとお願いされていますが、私と夫のタクタは、いくらでも支払う示談金をリカ本人が用意できるなら被害届を取り下げる、できないなら取り下げないと返信。その結果リカはあちこち走り回ってなんとか示談金300万を用意してきたので被害届は取り下げてあげました。噂では示談金のために腎臓を売ったとかやばいところからお金を借りたとか聞きますが、詳しいことは何も知りません。とりあえず無事にリカから逃げることができて、夫のタクトが生き生きとしているのでオールオッケーですよね。リクト、大事な話があるの。今大丈夫？大丈夫だけど、どうした？先週から調子悪そうだったよね。いろいろ考えることがあってね。それで私ついに決めたの。私明日の結婚式は中止にしたいの。え？リクト、私と別れてちょうだい。私リクトとは結婚できないや。ちょっと待ってよ、ほのか。結婚式前日に結婚式中止って本気かよ。冗談でこんなこと言えるわけないでしょ。私もリクトに愛はないの。軽トラなんかに乗ってる人なんて愛せないわ。は？軽トラ？先週私の引っ越しを手伝いに来てくれたよね。その時軽トラなんかに乗ってきたじゃない。俺たちの新居の引っ越しだろ。だから荷物をたくさん詰めるように軽トラで向かったんじゃないか。なのに急に怒り出して、今日は帰って、なんて言い出して。まさか怒った原因って車のことだったのか。それ以外に何があるって言うのよ。引っ越しを手伝ってくれる友達も呼んでおいたのに、まさか彼氏が軽トラで登場なんて。私すごく恥ずかしかったんだからね。は？友達のみんなも軽トラならすぐに終わるねって喜んでただろうが。お世辞決まってるでしょ。年季の入ってる軽トラで都内を走ってくるなんて恥ずかしくて顔から火が出るわよ。なんだよその言い方は。せっかくじいちゃんばあちゃんが貸してくれたんだぞ。農作業を一日休みにしてくれてわざわざ貸してくれたのに。ダサい軽トラを借りていっても嬉しくないっつーの。せめて大きくてかっこいいツートントラックかハイエースで来なさいよ。軽トラなんて一番中途半端でダサいんだから。はぁ？っていうかちょっと待って、農作業って言ったわよね。もしかしてあんたのお
じいちゃんおばあちゃんって農家だったりするの？俺言ってなかったっけ？俺の実家は農家だぞ。両親は共に会社員だけどな。嘘でしょ？じゃあリクトは農家の跡取りでもあるってわけ？いや俺は考えてないよ。でも親父は早期リタイアして継ぎたいって言ってたっけな。それっていつか絶対にあんたも継ぐことになりそうじゃないの。やっぱり五役破棄を決断して正解ね。泥臭い農家なんかと結婚なんて絶対に嫌だもの。おい、なんだよその言い方は。じいちゃんばあちゃんの孫として聞き捨てならない発言だぞ。はあ、泥臭いのは事実でしょうが、農家なんて年頃年中土ばかり触っている汚い仕事でしょ。あんなのは会社員にもなれないバカがつく仕事よ。おい、俺のじいちゃんばあちゃんに謝れ。野菜作ってる全国の人にも謝れ。みんな大変な作業の中、手間暇かけて大切に作ってるんだぞ。それ本気で言ってるの？野菜なんてほとんどがただの葉っぱと根っこなのよ。適当にやってても勝手に育つっちゅうの。それで大変ってよっぽど無能な人たちしかいないのね。ふざけんな。適当に育てた野菜は適当な味しかしないんだよ。俺たちの食卓のためにどれだけ農家の人が頑張ってると思ってるんだ。野菜の美味しさ舐めんなよ。バックじゃないの？野菜が美味しいのはそれを使って調理する料理人のおかげだから。野菜単体で美味しいわけないでしょうが。はぁ、あ、っていうか農家に必死になってて気持ち悪いんだけど。やっぱりあなたも農家の血を引いたつまんない男ね。結婚は中止にすべきだわ。おう、俺もその考えは賛成だよ。ほのかがこんな人だと思わなかった。結婚は直ちに中止にした方がお互いのためだろうな。言っておくけど、後からやっぱりなしとかはダメだからね。もう私はリクトにこれっぽっちの愛情もないの。後で冷静になって復縁したいって頼み込んでも遅いから。誰がお前なんかに頼み込むか。ほのかと結婚するくらいなら俺は野菜と結婚するね。勝手に結婚してろっつうの。あんたには泥臭い野菜みたいな女がお似合いだわ。じゃがいもみたいな顔の女とかがいいんじゃない？黙ってろピーマン頭。頭すかすかのくせにもう何も喋るな。ほー、農家の孫のくせに私になんてことを言うのよ。農家のおかげで生きてるくせに俺になんてことを言うんだ。なんですって？軽トラなんかに乗ってたくせに、ダサい男のくせに、あんたみたいな軽トラに乗ってる男が結婚なんてできないんだよ。みじめに一人で実家の農業でも継いでろっつうの。じゃあ取引は中止だからな。え？じいちゃんたちに婚約破棄のこと話してくるよ。それとお前の実家との契約破棄もな。え？せっかく破格の値段で契約してあげたみたいなのにこんなことになって残念だよ。あ、私の実家と契約って何の話よ。その様子は何も聞かされてないみたいだな。ほのかの親父さん、今は調理師として給食センターに勤めてるけど、今度独立してお店を出すって聞いていないのか？え、何それ、初耳なんだけど。俺は前から話を聞かされていたぞ。店を立ち上げたらぜひうちの農家の野菜をおろしてくれないかって。あんたの実家の野菜はわざわざ？野菜なんてスーパーに売ってあるやつでもいいじゃない。私のお父さんの腕前さえあれば必ず美味しくなるんだもの。そりゃわざわざ頼み込むだろ。うちの実家の野菜はブランド化に成功したし、今じゃ数々の三つ星レストランもお願いするような野菜だからな。ほのかの親父さんも喉から手が出るほど欲しいって言ってたぞ。そんなにすごいの？あんたの実家の野菜って。すごいなんてもんじゃないぞ。俺のじいちゃんばあちゃんは年を言い訳にしないでネットショップを立ち上げてみるし、その結果ブランド化して固定客もがっつり捕まえたし、何より多くの人が認める美味しい野菜を作る達人なんだからな。おかげで今じゃ年収2000万超えだよ。2000万？嘘でしょ？野菜なんかでそんなに稼げるの？高い金を積んでも欲しいって人がたくさんいるらしくてな。最近建て替えた実家なんて地元じゃ野菜御殿って言われてるらしい。そんな人気で貴重な野菜たちをじいちゃんたちは大事な孫の嫁家族のためならって特別待遇でお前の親父さんのお店におろすことにしたんだ。でも婚約破棄じゃもうお前は嫁でもなく他人だもんな。特別待遇は撤回だ。そんなの私のお父さんが困るじゃない。
正規の値段で取引するならもしかしたら下ろしてあげられるかもな。正規の値段ってどれくらい？特別待遇の2から3倍はかかるだろうな。そんなに高く野菜のくせにそこまでお金を取るってわけ？それだけ価値のある野菜だって認められてるんだよ。お前には分からなくていい価値だけどな。何よその言い方は。たかが農家の孫のくせに選ぶりやがって。調子に乗ってんじゃないわよ。実際農家は偉いだろ。じいちゃんたち農家のおかげで俺たちは毎日3食美味しいご飯が食べられるんだから。農業バカにしてんじゃないぞ。うっせえ。野菜なんかなくたって誰も困らないわよ。所詮ただの葉っぱや根っこのくせに偉そうに言ってバカみたい。はあ？年収が2000万だから何よ。そんなの所詮ただの運でしょ。農家なんて台風が来ちゃえば速攻人生終了だっつーの。そうならないように農業も日々進化してるっつーの。農業に進化？弥生時代からほぼ何も変わっていないくせにずっと泥と汗まみれのままなのに何言ってるのよ。お前の方が何言ってんだ。飯がうまい日本に生まれておいてよくそんなことが言えるな。はっ、たかが農業のくせに偉そうにしてんじゃないわよ。お前らなんて台風が来たら終わりなんだからね、ベーカ。お前の方を終わらせてやるよ。え？台風が来たら人生終了？台風が来て終わるのは野菜が高騰して食べられなくなるそっちだろ。こっちは売らないで自分たちのために備えるってこともできるんだぞ。野菜を備えられるぐらいで何威張ってんの？まだ分かっていないようだな。いいか、お前は農家を敵に回したんだ。食べるものに困らない生活がどれだけ恵まれてるか考えろ。へえ、別に野菜なんてなくても生きていけますけど。その言葉絶対に忘れるなよ。後で泣きついてきても知らんからな。ちょっとリクト、あんた私の上に何を言ったのよ。あんたのせいで私ずっと何も食べれてないんだけど。俺に文句を言うなよ。お前の親父さんたちから言い出したことなんだから。私のお父さんがですって？ああそうだよ。バカ娘に野菜のありがたみを徹底指導するって言ってきたんだ。だからどうか約束通り野菜を下ろしてくれないかって。はあ？あれだけ農業をバカにしてたんだ。だから穀物野菜はこれから一生取るなよ。だからってサプリ生活ありえないでしょ。今までお父さんお母さんの美味しいご飯食べてきたのに、あんたと別れてから毎日3食サプリしか出されないのよ。栄養素は足りてるだろう。そういう問題じゃないでしょ。この間なんてこっそりコンビニでおにぎり買い食いしたらレシートでバレて即下剤を飲まされたのよ。お母さんたちが怖い顔で言うの。お前には米の栄養は必要ないって。想像以上の徹底ぶりだな。親父さんたちの本気具合が伝わるよ。ご飯どころかパンも食べられないし、なんなのよ。このまま一生サプリだけで倒れちゃうわ。それがお前の選んだ道だろ。野菜や穀物以外なら食べていいんだ。ずっと魚と肉だけ食べてろ。そんな、私お米大好きなのに。一生禁止だな。いい機会じゃないか。ずっと痩せたいって言ってたよな。こんな健康な痩せ方したくない。ねえ、お願い、今まで農家をバカにしてごめんなさい。この間のこと謝るから、うちの両親を説得して。特にお父さんがかなり怒ってて、毎回謝っても許してくれないの。調理師として野菜の美味しさを十分知ってる方だもんな。そりゃ農家をバカにする娘なんて呆れ果ててブチギレるだろ。起業する店の仕入れ機器すら作ってくるんだし。これからちゃんと農業の人に感謝するし、いただきますだってしっかり言う。だからお願い、もうサプリ生活から解放して。もう別れた俺に泣きつくな。親父さんが許してくれるまでせいぜい頑張れよ。じゃあな。撤回必要ないよ。それじゃあサプリで元気に生きてくれよ。ほのかはご両親に何度も土下座で謝り続け、最終的に俺のじいちゃんたちが正規価格での取引なら対応すると言ってくれたおかげで、ほのかのサプリ生活はなんとか終わったようです。しかしご両親の怒りはまだ続いているようで、二度とご飯を作ってあげようとも思わない。
と実家から追い出され、今ではほぼ絶縁状態になっていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。